にちは。こんにちは。はい。はい。豊さん。はい。今日も3連戦を振り返るの時間です。そうだね。今日は母の日ということで。うん。まあ各球団なんか華やかだったというか、ピンク基調のね。で。まあバットだとかスパイクだとかグラブだとか。うん、あれはまあいろいろあったけどもね、今日限定で使う限定限定ってことはもうあの日他の日は使わないんですか、ね、使わないね、どうする、使えない、どうするんですかね、えどうするんですかね、オークションとか出すんじゃないのかなと思うけどなあとは誰かにプレゼントして、まあまあそうだね、お母さんにプレゼント、まあ、お母さんにプレゼントって当然ねね、はいはい、ということは審判の方なんかのもお母さんに、お母さんにあげてもなバットとかだったら飾れるけどね、まあ、審判さんの、まあ、審判の方なのね、マスクとか、はいはい、ということで、はいはい、今日は母の日でしたが、うん、はい、今日までの3連戦振り返ってみたいと思います、はい、今日ちょっとね、はい、雨で中止になった試合が2試合、ね、セ・リーグパ・リーグ1試合ずつあったので、はい、あともともとね、2試合の日金曜日がね2試合だったので、はい、元々がね、そうだね、ちょっと変則日程だよな、そうですね、うん、あのゴールデンウィークからちょっと引き続きね、まあそうだね、変則ですが、はい、で、看板やちいちゃんよろしくということでね、はい、よろしくお願いします、はい、元気よくいきましょうということで、はい、はい、セリーグです、はい、はい、セリーグはね、広島と中日が1試合雨で中止でしたが他は、はい、3試合ありまして、はい、はい、DeNA と阪神は阪神が2勝1敗の勝ち越し、うん、はい、ヤクルトと巨人は巨人が2勝1敗の勝ち越し、はい、はい、広島中日は1勝1敗ずつということになりました、はい、はい、ということで、はい、DeNA、阪神から、うん、DeNA 東中川大貫、はい、阪神は青柳伊藤才木ということでね、はい、まあ、始まったけども1試合目、うん、4対3、3試合ともちょっとね様子の違う試合になりましたね、全然違うよね、はい、ということで、まあ4対3、はい、阪神ということで、うん、まあ初回ね近本の先頭打者ホームランで、うん、まあ、試合が動いていくんだけど、まあ、この試合はねもうトータル的にこうゲームは点数を追ってあってさちょっと面白くないから、これバントをやるかやらせるか、そうこれね点数としては1回6回にそれぞれ1点取って1点返して2点取って2点返してという展開で、最後9回にね阪神が1点を取って4対3で勝つという試合です、ね、取ったら取られるっていうね、うん、まあそういう試合展開の中で、はい、バントをやらせるかやらせないかっていうのが非常に大きな問題だったんだよね、ポイントになったということですね、そうでね、もう一つのポイントっていうのは、うん、まあ井上に変えたんだよ、はい、あの守備をね、はい、でノイジーが9番に入ったピッチャーのところに、うん、で守備についた、はい、そのノイジーが決勝打を打つという、ね、だからまあこれは岡田監督の采配がズバリということかもわからないけども、うん、まあ、6回、はい、DeNA がね、同点でなおノーアウト 1,2 塁という場面を作り出したんだよね、はい、その時東を変えて、バントを誰か野手にやらせるかなと思ったらそのまま東行ったんだよ、でそれはスリーバント失敗で、うん、遅れずに同点止まりだったんだよね、はい、ここら辺ちょっと都合よく DeNA の方は考えすぎたかなっていうね、というのはだからまあその前に形が変わっとけば、うん、東のところで代打だったのかなっていう、うん、で同点に追いついたばっかりにまだ東投げれるような球数だったからそのまま行ったとか、はい、それで遅れなかったとか、はい、だからちょっとモヤモヤ感が残るんだよね、東投手もねベンチで僕が行くのみたいな、いや僕が行くでしょみたいなまあそれはそうだよね、うん、まだ勝ち負けついてないし、うん、だから俺が行きたいっていうのは分かるけども、はい、やっぱ勝ちに行くということを考えると、まあ、代打で送らせてもっていうことも考えたけどね、あれは僕が行くのっていうのは行くでしょっていうことと行きたいっていうことだよ、そっちなんですかね、そうだよね、僕行くのそれとも違う人で行くのっていう意味ではなくて僕でいいんでしょみたいな、もう確認だよね、はい、うん、それでね、うん、まあ、8回にも、うん、ノーアウトランナー1塁、うん、で山本の場面でバントしないんだよね、そうですよね、だけど、まあ、左の岩崎が投げてて、うん、で次に左バッターが並ぶから、はい、まあ、山本に送らせないかとか思ってたの、はい、でも左対左でもチャンスは生まれるのになっていうのがあって、まあこういう一点差のゲームというか、チャンスを広げればいいのになっていうのがあって、ちょっと中途半端だったんだよね、うん、初球打ちに行って2球目バントやってバントの構えをするんだけどもさ、うん、あれ山本はもう
なんていうの、起点を利かして自分でやりにかかったのかもわからないけどもね。うん、だからここら辺のちぐはぐさ、うん、だから岡田監督っていうのはもうその9回にきっちりねバントをやらしてみたいな、うんうん、それで、まあ、ノイジーが決勝タイムリー打つわけだけども、はい、でまあ9番に、ピッチャーのところにノイジーを入れて、うん、投手交代の時に、まあ、井上を下げてみたいな、うん、まあ、そういう作戦が全部当たったよね。もうなんかこうこう来たらこうするっていうのがしっかり組み立ってるっていう感じはしますね。そう、だから迷いがない分だけこう1試合目は阪神が取ったかなっていうね、うん、まあ、そんな感じがしました、はい、で2試合目、はい、11対9、うん、DeNA これはすごい試合でしたね。これはね、うん、僕は最大7点差あったんだけども本当に、ひっくり返したんだよね、はい、まあ、8回に海老名が同点ツーラン、はい、ね、うん、まあ、そこまで追い上げてきた過程はちょっと飛ばすけども、うん、で筒香が、はいはい、ね、勝ち越しのソロホームラン、これねすごかったですよね。これねポンポンと追い込まれたんだけどもさ、うん、ちょっと焦ったかな阪神が、うん、でね2球目のスライダーかな、なんかを見逃した時に筒香が閉まったっていうような顔をするんだよね、はい、うん、ああこういう変化球狙ってたのかなと思って、で思わず手が出なかったっていう、それは同じような変化球が来たのよ、うん、それを捉えたんだけど、まあやっぱ見事だね、うん、で牧がはい、はい、もうとどめを刺すような、うん、ね、でっかいホームランを見事に打って、ね、あ、まあ勝っていくんだけどもね、うんうん、まあ、しかしねこれね3回、はい、まあ、近本の満塁ホームランもあり、はい、6点を失う場面があるんだけども、うん、ノーアウト満塁で木浪、伊藤将司に打順が回るんだよね、はい、その時にねゲッツー体制を引くんだよ。あ、で DeNA の守備ですね。で1・3塁はバックホームなんだけど、うん、二遊間は下がってんだよね、うん、ゲッツー取るために、はい、で1塁ゴロを木浪が打ったわけ、はい、であラッキー。でもね俺はなんでバックホーム体制を取らないのかなと思ったの、うん、これはなぜかというと阪神の中継ぎ陣がいいということ、うん、この日はたまたま11対9、うん、点は取れたけど、うん、だけど中継ぎ陣がいいから1点でも失点を少なくしておきたかったのよ、うんうん、それとこういうことが起きるなっていうのも想像通りが起きた、うん、なんか嫌な予感がしてたのが一塁ゴロで、うん、ダブルプレー取れないんだよ。そうでしたね。ベースカバーがいないんだよ、はい、それはねセカンドからね入れっていうのはねこれは難しいわ。あの頃で後ろゲッツー対戦してるから、はいはい、だからねこれはねなかなか間に合わない、うん、これはね佐野がパンと投げて、うん、ステップ使わずにパッと投げて戻るしかないんだよ、うん、でもやっぱ不慣れな佐野だからステップ使っちゃうんだよね、うん、で投げて流れちゃうんだよ、うん、体流しちゃダメなんだよ、うん、流さないで投げて戻らないと、うん、でもそういうことが起きてまあなおも満塁、はい、で伊藤、はい、ね、今度もファーストゴロ、うん、今度は佐野が戻れない、うん、前に出されたから、うん、そのゴロでね、はい、だけどまあ牧が入れないということ、うん、またまだ満塁なんだ。ツーアウト満塁、ね、で近本がホームランを打たれる、うん、だからねちょっとした守りの体型だとか、うん、そういうことで大きな失点を食らう時があるんだよね、うんうんうん、だから勝ったからいいもののこれなかなかできる試合じゃないからね。いやあの8回はねあの、うん、めったに起こらないことが起こったので、ね、これはねみんなが DeNA は危ないかなと思ってて勝ったので、うん、まあでも感動するけどねこういう試合もね本当ね、うん、感動に値するけども盛り上がりだったでしょうが、だから勝ったからいいけども、うん、勝って反省してもらいたいことはそういうことなんだ。なるほど。やっぱ守りの一つの体系で、うん、ね、こんな大きな失点を食らうことがあるということ、うん、だからこれはやっぱ分かっておいてほしいということ、うん、それと京田がこの試合、はい、うん、5打点ねえ、ね、当たってるね。最近とても
そうそう、いいですよね、あの勝負どころで打ってくれてるしね、うん、だから非常に頼りになるなと思って、守備でもね、なんかいいプレー見ますよね、はい、そうそうそう、まあ、守備はね、もともと定評があったし、はい、まあ、ここのところあの試合にこう使われるようになって、うん、まあ、守備も余計に安定してくるかなっていうふうに思うんだよ ね、4打数1安打の5打点、そうだ、すごいですね、うん、はい、で近本、うん、6打点、これはまたもっとすごいですね、まあ、近本もすごいよね、これはね、満塁ホームランがあったので、うん、そうだね、6打点すごいですね、はい、はい、ただやっぱ筒香効果っていうのがね、やっぱ出てるね、彼が打つと盛り上がるね、やっぱね、ねえ、なんかこう球場の雰囲気が一変するというか、一変しますね、うん、あの応援歌なんか聞くともう一体感増しますね、そうだね、うん、でこのホームランで日米通算筒香になったらしい、そうそう、225、そうそうそう、これもまた素晴らしい記録です ね、まあ、まあね、はい、はい、で3試合目は0-1阪神、うん、最近が完封ということなんだけども、なんとも前の人は全く違う展開になりましたね、そうだね、うん、でこれ3回、はい、大抜き、うん、ね、最近にフォアボール、はい、続く井上にヒット、うん、まあ、1番に戻ってきて、で中野のタイムリーで再現が返ってくるという、うん、この1点だけで勝負が決まったんだけどもさ、本当ですね、うん、まあ先制した阪神だけども4回からヒットなしと、うん、で今日は2安打、ね、で2安打で勝ったということ、まあよくあるね、今年阪神はね、なんかね、うん、打たないけど勝った、もう本当大貫投手2安打しか打たれてないんですけどね、うん、ね、で DeNA はまあ4安打、はい、まあこっちも打ってないんだけどもさ、まあ2回のチャンスで強打、7回、ノーアウト1・2塁から筒香がまあ共にダブルプレーで、うん、まあチャンスをものにできないというね、うん、だからまあここ1本が出なかったという、うん、まあ昨日はあれだけ打ったのに今日はこういう試合かみたいなね、極端だなっていう、はい、まあ、ちいちゃんが最初に言ってた、今日はこうなったけど明日ね、次の日はまた違う様相だみたいな、まあ、ちょっと ね、勢いっていうのが普通あるんだけども、3連戦のね、そうそうそう、うん、で最近9回128球4安打、うん、まあ、完封ということで ね、まあ見事投げ切ったね、はい、はい、で大抜き、うん、まあ非常に良かったんだけど8回110球2安打、はい、まあ1失点という、うん、でフォアボール最近に2つ出してんだよね、うん、で投げにくいんだろうね、なんでですかね、ピッチャーに、うーん、なんかそういうことが起きるんだよね、うん、だから最近のフォアボールから失点につながったというね、うん、まあ非常にもったいないゲームでした、はい、ね、でまあ2勝1敗ね、阪神が勝ち越したわけだけども、なんか勢い的には DeNA が勝ったんじゃないかっていう、うん、19対11対9があったから ね、だからそんな雰囲気なんだけど、やっぱ阪神はきっちり勝ち切ったというね、うん、まあそういう3連戦でした、はい、はい、続いてヤクルト対巨人、うん、ね、ヤクルト、ヤフーレ、小川、サイスニード、はい、で巨人、戸郷、菅野、高橋で、はい、ね、最初2対1巨人、初回吉川の1号ホームランで先制で、もう言っちゃうけど、まあ、7回には3年ぶりの小林が1号、ね、ホームランで、ね、3年ぶりという、もう1号ホームランで2点すごかったです、でその2点で勝ち切るということなんだけども、ホームラン2点ですね、まあそうだね、うん、まあやっぱね、阿部監督はあのタイムリータイムリーって言ってるけど、うん、やっぱホームランで決まる試合ってすごく多いんだよね、うん、うん、でタイムリーというよりもやっぱここ一番のホームランというのがね、はい、まあ、非常に効くという、うん、で小林っていうのはなんか貴重なところで打ってんね、ねえ、うん、で戸郷、はい、7回113球1安打、うん、まあ、3四球とちょっと制球に乱れはあったんだけども、はい、まあ、無失点ということでね、うん、うん、でただその8回、はい、西舘、うん、ねえ、ちょっとピリッとしないんだよね、まあ代打で出てきた先頭バッター西川がヒット、うん、塩見がショートへの内野安打、うん、丸山が送りオスナ、はい、ね、アウト、フライアウト、はい、で、まあ、その後船場様高梨と、うん、まあこうしのぎに行くんだよね、はい、まあ見事に期待に応えるんだけどもさ、うん、まあ高梨と長岡の勝負なんか危なかったよね、うん、
ああ、うん、もう本当にサードライナーだったけどもさ、うん、これ内容が完全に長岡の勝ちだよね。ただ勝負に勝ったのは高梨ということで ね、まあこの1点というのは小林のパスボールがあったりとかしてね、うん、1点は与えるんだけどもさ、うん、まあでも中継ぎ陣がね、うん、特にベテランの人たちが頑張るね、うん、はい、ね、まあそういう1試合でした、はいね、ただ小林のその1号ね、ソロホームランだったけども貴重なホームランだったね。ね、うん。ちょっとバッティング良くないですかね、ここのところ。ね、ポイントで打つね、なんかね。なんか一つ。その最たるもんが2試合目なんだよ。うん、4対3で巨人。はい。ね、これはもうここの接戦をものにしたんだけども、うん、まあ巨人は4連勝、これでね。はい。で、2回、4回に岡本のホームラン。はい。6号、7号で、まあ、点を入れていくんだけどもさ。ただその4回の岡本のホームランの後、うん、ツーアウトランナーなしから、はい、秋広がヒット、ね、これも何でもないんだよ、はい、ただ小林がツーベースレフト線にツーベース打つんだよ、ね、で秋広が帰ってくるんだよタイムリーでねタイムリーで、はい、ただねこれはねこの回3点をね、うん、奪うんだけどもさこの1点っていうのがものすごいこの試合にとって効いてる二塁打なんだよ、ね、タイムリーなんだよ、うん、でなんていうのヤクルトは終盤にさ、うん、まあ2つのダブルプレーとか、うん、まあ青木とかね、うん、ダブルプレー打つんだけどもこれ点差がもしも1点がなかったら9回に中村がノーアウト 1・3塁から、まあ、送りバントだとか、うん、そういうのがあったと思うんだよねセーフティースクイーズとかこれ打たしに行ってゲッツー、まあ、9回に1点を取られるんだけどもさ危ないシーンは作るんだけども、うん、だけどこの小林の1点2塁打っていうのがものすごく効いてんだよ特にねこの試合終了した時点では終われがっていうことになりますねそうそう打った瞬間はね、うん、打った瞬間ああ小林のね二塁打が出たこれ2年ぶりだって、うんね、何年ぶりが多いね小林打つとねいちいち言わないでって思うかもしれないですけどねそうそうそうまあだけどなんていうのものすごくやっぱ効いてるねねまあリード面もそうだけどもさ、うん、やっぱ打つ方もポイントになってんなと思ってさ、はい、でその1点がなかったら、まあ、ヤクルトの作戦もいろいろ変わっていて、うん、おそらくバントを取り用いたりだとかさ、うん、したと思うんだけどもさ、はい、それをさせないような1点だったね、うん、だから非常に最後には1点差にはなるんだけども、はいやっぱり大きな1点だったなと終わって思えばね、うんうん、まあそういう試合でした、はい、で、3試合目はサイスニード対高橋ね、はいまあ、3対1、うんね、ヤクルト、はいね、一矢報いたというね、うん6回にね岡本サンタナがそれぞれ表裏でソロホームランを打つんだよね、うん、で7回井上が、うんまあ、登板してくる高橋玲に代わって、うんまあ、サイスニードも良かったし高橋玲も左バッターに打たれるけど右バッターに要所要所のところで、まあ、いいピッチングをしていくんだよね、はい、だから6回終わって1対1、うん、で7回、井上春人、はい、先頭の丸山にフォアボール、うん、で長岡めちゃくちゃ当たってんだけど送りバントさせる、うん、で、まあ、セカンドからオスナを打ち取って村上の時に阿部監督が勝負なんだよね、うん、まあもちろん後ろにはサンタナがいるからで左対左だっていうこともあって、うん、でもね攻めきれないんだよ、うん、でフォアボールを出すねで平内に変えるんだよはいピッチャーねで、で平内に変えるんだけどもさ今季初登板、うん、こんな大事なところでみたいなまあまあでも平内も球速上がってたね155ぐらいまで出てて、うん、いやそれで
なんていうの、ああ抑えるかなって追い込んだんだよね、うん、で高めのボールとかものすごく勢いがあったんだけど、最後に決めにかかってさ、コントロール力低めっていう、ただその低めに対しての力がないわ。高めはボールに力あったけど、低めにはあんまりボールに力感じなかった。それはやっぱサンタナね、大したもんだ。やっぱ首位打者今走ってるだけにライト前にタイムリーヒットを打たれるとね。で8回、はい、ね、攻撃に転じる巨人、うん、力が悩んだ、うん、ね、ツーアウト後、まあ重信四球でツーアウト1、2塁になるんだよね。フォアボールですね、重信選手ね、はいはい、でバッター小林、そのままいくかなと思ったら代打岸田、ね、うん、センターへタ、あー、センターへヒット、うん、まあ守備方まで入ってた岩田が、うん、もうここしかないっていうところに投げたバックホームまあ吉川も最初からね、あの帰る気でサード回ってたし、うん、もう勝負に出てたね、亀井浩二も、うん、あ、もうぐるぐる最初から回すつもりで、まあ、タイミング的にアウトだなと思ったの、回したタイミングではね、だけどやっぱ勝負をかけなきゃいけない、もう8回だしね。で回したらやっぱもうストライクが返ってきた、うん、あ、大したもんだ岩田、うん、ね、でアウト、はい、うん、ね、ね、やっぱもうそこの場面はマスで、まあ今回アウトになったので、ね、まあそうだね、正解かどうかっていうのは微妙ですが、まあ微妙だけども、うん、俺でも回したと。なるほど。あのこれはなぜかというと、うん、やっぱね1メートルどっちかにそれたら、はい、多分ね吉川の足だったらセーフだわ、うん、うん、だからあれはやっぱこう岩田を褒めるべきだな。そうですね、そういうことですね、うん、はい、そしたら流れがねやっぱヤクルトに来る8回裏、うん、まあ中村がワンアウトからあフォアボールで出るんだよね、うん、北村が送ってツーアウト、はい、で京本がマウンド、はい、ね、丸山にね、カウントが悪くなって申告敬遠するんだよ、はい、そしたら絶好調長岡にタイムリーで1点を取られる、ね、その時にヤクルトと巨人の差を感じたのが、はい、ヤクルトはさせるところに外野の位置を持っていってたんだよね、うん、で巨人も前進守備は引いてたんだけども、うん、だけどもさせなかったというホームでね、はい、だからここら辺の差もあるし、やっぱね阿部監督怒ってるだろうなと思うのは、うん、若手にチャンスを与えながら同点で、うん、井上とか、うん、まあ京本は1点取られた後だけどもさ、うん、でも逆転したら勝ち投手になれるじゃない、はい、攻めきれないんだよね。うん、だから確かに村上怖いバッターかもわからない、うん、だけどさ攻めていかない、京本やっぱ丸山に対して、ね、うん、申告敬遠になっちゃったけどカウント悪くなる、長岡が一番当たってんだよねヤクルトの中で今ね、この3連戦の中でね、うん、だからそこと勝負せざるを得なくなった、うん、うん、まあいい教訓にしてほしいなっていうふうには思うね、うん、うん、はい、はい、ということで、まあ、巨人の2勝1敗、はい、今日負けたことによって、まあ、阪神が勝ったことによって、そうですね、また首位が入れ替わったというね、はい、昨日まで巨人が首位だったんだけどもね、そうですね、はい、はい、セ・リーグ最後はカープ対中日ドラゴン、広島アドゥア栗、はい、中日松葉柳で6対3広島、うん、アドゥアいいね、3勝目かなもうね、うん、なんかいいですよね、うん、6回84球5安打2失点、うん、ね、十分だよね、うん、まあこの試合広島は15安打6点というね、うん、まあ、中日は先制するんだよ、カリステの3号ツーランで、はい、だけど4回裏中村矢野のタイムリーで同点、うん、5回には小園、6回は松山がタイムリーというね、うん、まあ確実に点をものにしていったという、はい、ね、まあ中日はやっぱ大展開になるとやっぱ厳しいな、うん、こうなると、まあ15安打も打たれたんじゃさ、中日の投手陣がちょっと話にならんかなっていうことと、うん、4回、うん、なんかね石川ちょっとねこれ俺申し訳ないけども、石川をこう守りについてて、うん、もうすぐそこを抜けてったんだよね、うん、ライナーが、はいはい、あれ取れんかなと思うの
反応パンとしたら、うん、何の反応もしなかったんだよね。なんでですかね。いや分からん、ちょっとぼーっとしてたんですかね。いやなんかこう反応ができなかったのかも分からないけども、うん、なんかねパンと飛びつくなり、うん、なんかしてほしかったんだよね。だけどそれもなかった。もうそれもなくてタイムリーになっちゃったんだけどさ、うんうん、だからあれがちょっと不可解だなと思って、うんうん、で6対3で負けるという、うん、まあだけどまあ立浪監督も次の日外したよさすがに、うん、石川を、うん、あれはサードベンチャーと見えないんだよね、距離感が分かんないから、うんうん、どの位置を抜けてったかっていうのが、うんうん、でもテレビでね一塁側から見るとあれなんで反応しないんだろうっていうだけだった、うんうん、で次の日石川は外された、うん、で4対0、まあ、中日が勝つというね、はい、まあ柳は好投、うん、7回94球2安打、まあ、無失点という、はい、栗も悪くないんだよね、まだ勝ててない。ほんとね、毎回そんなこと言ってますよね。そうだろう、栗投手に。いや本当にこれあの開幕投手同士の投げ合いなんだけど、そうでしたね、うん、やっぱり両チームのエース同士の投げ合いになってくるんだよね、うん、これはしょうがない。で栗も悪くないけども6回86球、うん、3安打2失点、うん、まあ攻めらんないよな、ねえ、うん、点取ってくれないとな、なかなかやっぱこう、うん、勝つことも難しい、うん、ね、ちょっとこの日は広島3安打なんでね。そうなん、うん、で6回0-0で迎えた2アウト1・2塁からまあノーアウト1・2塁からさ2アウトまで来ちゃったんだよね、うん、そしたら中田、はい、いや打ってくれたね、うん、センターオーバーの2塁打で、まあ、2点を取るという。で8回にはワンアウト一塁から村松がバント、うん、ツーアウトなしてたまで送りたかったという、うん、で続く山本があのライト前でつないだ、はい、ツーアウト一三塁から代打石川、はい、やるやんっていやなんかねもやもやしてるものが、まあ、石川にも多分あったと思うんだけどさ、うん、まあベンチにもね、はい、まあ、昨日の今日で、うん、でここで石川を使った、うん、あのタイムリー二塁だというね、ね、期待にきっちり応えてくれた。ちょっともやもや吹っ飛びましたね。いやまあこういうことがやっぱチームを強くしていくからっていうようなね、うん、まあそんな感じがするし、うん、まあ立浪監督もあのワンアウト取られてツーアウトにしてまでも、うん、まあ追加点を取りに行った、まあ、そういう執念がね、うん、まあ伺われた試合だったよね、はい、うん、だから非常にあのこの勝ちっていうのは、うん、ああいい勝ちだったなっていうふうに個人的には思うんだよね、はい、ただこの日栗が相澤と組んだ初めて。あ、そうでしたね、うん、今シーズンね、うん、でまあ6回まで 0-0 で迎えることができた。だから俺結構相澤と合ってるかなっていうような感じがするんだよね。うん、あとはちょっと点を上げないとさ、やっぱピッチャーってどうしても0じゃ勝てないからね、うん、だからそういう意味ではその相澤とちょっとの間組ましたらどうだろうなっていうのはすごく感じたね。まあそこら辺もね、なかなか勝ちがつかないということで考えて、まあそれそうね、キャッチャーを変えてみたっていうところだったんでしょうかね、はい、そうだね、うん、はい、というセリーグでした。はい、はい、首位が一旦入れ替わったけど戻したというね。もう本当にね混戦、うん、阪神は2安打で勝っちゃうし、もうまだまだね、団子状態ですね6チーム、はいはい、ということでパリーグはこのようになりました。はい、はい、ソフトバンクとオリックスがもともと2試合だった上に、うん、1試合ちょっと雨で中止になったので1試合しかなかったんですよね。ということで日本ハムとロッテ、日本ハム3連勝、うん、はい、ソフトバンクとオリックスはソフトバンクが1勝、うん、はい、西武と楽天は西武が2勝1敗の勝ち越しということになりました。はい、はい、さあ日本ハムいくよ。さあもう、ね、いや日本ハムはね本当にね、この子らはやっぱ新庄監督ってすごいなと思うな目が離せないですよ日本ハムは。いや本当、この3連勝したそのうちね、うん、感動的な試合がたくさんあるというまあ、まあ、いきますよ。いや本当目が離せないですよ。はい、本当ね、日本ハム福島、うん、加藤、伊藤、はい、ロッテ佐々木朗希、メルセデス、うん、小島、はい、これもうエース級3枚来るわけだからね、うん、ロッテは、うん、まあ、ロッテの方が3連勝しなきゃいけなかった本当はね、ね、うん、6対3、日本ハム、うん、これはね 3-1 で迎えた、うん、3対1で迎えた6回、うん、
日本ハムの攻撃、はい、まあ、だから日本ハム側からすると1対3だよね、うん、負けてる負けてる ね、 ね、うん、上川畑水野も8番9番が連打で1アウト2、3塁、うん、2アウトになったけど松本が犠牲フライでも打ってくれればっていうふうに思ってたその日は細川が、うん、あの先発出場なんだよね、うんうん、あのレフトかなんかで、はいはい、だけどそれなぜかというとやっぱ佐々木朗希に相性がいいのよ、うん、だけど全くこの日は機能しなくてさ、うん、ああダメかと思って松本剛もポンポンと追い込まれて、うん、だけどしぶといな、ね、最高のフォークボールを最高のところにライトに前に落としてくれて、うん、まあ2点タイムリーで、うん、で同点、ね、うん、で日本ハムの強さというのは、うん、これで終わらないんだよ、うん、よしやった同点だみたいな、うん、こっからつながっていくんだから行くんだからそう、その後郡司がヒット、うん、マルティネスフォアボール、はい、ね、で満塁になるんだよ、はい、松本が塁にいるから ね、 ねでタミヤがそう、これでねあのピッチャー変わるんですよね、そうそうそう、佐々木朗希投手は交代で、そう、はい、うん、もう123球投げてるからね、はい、岩下投手に変わり、そうそう、うん、そしたらねタミヤはね追い込まれながら、うん、もう反対方向しか狙ってないんだよね、うん、でも縦振りで向こうに押し出していくようなバッティングを見せてくれてて、うん、ああなんとかするかなとか思ってたら、まあレフト線にね、タイムリーを打って3人を返すタイムリー、勝ち越しどころではない、そう、タイムリーツーベースが3点、そう、素晴らしい、走者一掃で ね、 ね、で佐々木朗希、うん、5回3分の2123球、うん、佐々木朗希が5回3分の2で123球投げてる、そうですよ、5回ですよ、ねえ、うん、で8安打打たれねえ、でまあ結局失点は5になってしまったのでね、そうそう、でねこの中でフォアボールがね、うん、5個あるんです、そうなんですよ、だからいかにボール球を振らずに我慢したかっていうことだよね、うん、本当ですね、で我慢しながらやっぱ8安打を集めたというね、うん、だからここら辺がやっぱその一つの攻略として、うん、みんな徹底してできてたっていうことが、まあ佐々木朗希もね決してね状態が良かったわけではない、見てたら、うん、でまっすぐもそんなに走ってなかったし、ただフォークはいいとこから落ちてたんだけども、うん、まあ、佐藤も一生懸命止めてたしね、うん、だけどそれをこう見逃したりだとか、だから満塁のチャンスも作ったりとかさ、まあ、いろいろしてて、うわ粘り、なんかねこうみんな寄ってたかって、なんかこう佐々木朗希のユニフォームをさこう引っ張ってるみたいなそんな攻撃だったよねえ、だからこう、うん、調子が狂っちゃった部分はあるんでしょうかね、あるよな、うん、うん、だからまあ大したもんだなと思ってね、はい、うん、それで、まあ、逆転勝ちをしたという ね、 ね、で2試合目、はい、で 3-0、うん、日本ハム、はい、この日はね小刻みに点を取りに行くんだよ、うん、でこの日1番に入った、万波が、うん、まあ、レースを置いて、タイムリー2塁だ、うん、ね、レースの走り方って可愛いよねドシドシドシみたいな、ね、ああいうのもキャラクター的にもなんか日本ハムに合ってんなみたいな、何回も見たくなります、本当だねもう磯畑という競争させたら、多分磯畑がベースラン一周してる間に多分二塁しか行けてない、そんなことはないかも、そんな感じがするけど、うん、まあ万波がね、うん、1番に入って状態悪かったんだよ万波、うんうんうん、で1番に入れてこの日タイムリーが出たというね、はい、で6回松本ヒット、うん、ここからがすごい、ここからですごい、2投3投決めて、うん、ワンアウトね、三塁を作り出すんだよ一人で、ね、一人でね、あ、ほんでバッタータミヤ、うん、あスクイズみたいなファウルになっちゃったんだよね、ね、あここで決めとけばもう新庄監督もしてやったりだよねやっぱねもう最高の点の取り方だし、うん、相手にダメージがあるというね、まあでもタミヤもね大したもんで成長したなと思うのは、やっぱスクイズして失敗したね、ファールになっちゃったね、これで気落ちしないでこっからなんとかしなきゃいけないということで
まあ、犠牲フライを打ち上げて貴重な1点を積み上げていくんだよね。よかったですよね、結局は田村選手ね、うん、ただ監督としてはやっぱ作戦スクイズで1点をパンと取れたら、まあ、相手もショックだったんだもんね。なんかバカにされたような点の取り方っていうか、だからすごい綺麗な点の取り方というかね、されちゃったなという。でもなんかよしよしファールにしたぞって思った後の犠牲フライも嫌ですね。まあそれは嫌だ、相手はショックだよ ね、 ね、うん、で7回には、はい、上川端ヒット、うん、まあ悪送球があってツーアウト二塁から1番万波に戻ってきて、うん、また万波がタイムリーで、やっぱこう1番にこう据える効果っていうのはさ、うん、やっぱ1番って積極的にまああまり何も考えなくていいというか、うん、塁に出たりすることだけを考えれば、うん、ある程度一番の役割っていうのは済ませれるんで、だからそういう意味では万波っていうのをこう3番打たしたり5番打たすよりもちょっとシンプルに、うん、もうとにかく塁に出るだけのことを考えるみたいな、うん、そういうことがこう非常に一番に使うことによってハマったのかなっていうような感じがするよね、うんうん、だから非常にこの打順の変更というのは良かったかなっていう。なるほど、はい、はい、で投げては加藤7回79球3安打無四球無失点、うん、やっぱさすがだよね。ね、うん、なんかちょっと調子上がってきましたかね。まあまあちょっと安定度が増してきたかなという感じですよね。無四球っていうのが加藤投手のね、いやまあいいよね、ただそれにこだわると自分が苦しくなった時に困るから、うん、それは出してもいいんだよと、ね、逃げたっていいんだよっていうことだよっていうふうに豊さんは言ってますね。そうそうそう、うん、まあ逃げる必要がなかったら無四球でも全然いいんだけど、はい、あここちょっとやばいなと思った時は、うん、わざと歩かすとかね、うんうん、まあ、そういうことをしてもできるピッチャーだからさ、ちょっとそういう ゆとりもあっていいのかなっていう。そうそうそう、2勝目、はい、はい、でメルセデス、うん、まだ1勝もしてない、はい、6回98球4安打、うんうん、8奪三振、うん、2失点、ね、防御率が 1.03、うん、ダメだよこれ。佐々木朗希も負ける、メルセデスは勝てない、うん、まあ、メルセデスは十分力を発揮してるけども ね、 ね、全然、まあ、これじゃやっぱロッテは浮上していかないよね。で3試合目、はい、今日です。ね、ねえ、あこれロッテの岡、うん、ね、大活躍、うん、ね、6対5で日本ハムが勝つんだけどさ、日本のソロホームランとなんでロッテの岡選手を先に言ったの。いやそれはやっぱ活躍 した人はちょっと、ね、うん、日本のソロホームランと9回には日本ハムのエラーもあり、斎、うん、藤が投げてて、エラーもあったりとかしてね、うんうん、押し出しで1点を取られたんだよ。で2点差になったんだよね、うん、あこれはダメだと思って、うん、こんな点の取られ方してるようじゃ、うん、まあ今日は日本ハムはダメだなと、うん、思ったんだけども、はい、9回裏、うん、エラーをした郡司、はい、もうこれがヒット、うん、出たねみたいな。マルティネス、うん、これいっちゃったみたいなでね、一番フェンスの高いところなんだよ、うん、あれどっちかに寄せとけばさ同点ツーランだったんだけどもいやだけど一番フェンスの高いところに当たって、うん、跳ね返りが、ロッテ側からしたら悪くて、うん、三塁打になったんだよね、はい、で5対41点差いきなりね、うん、返せておーおーおーランナーサードだぜみたいな、うんうん、ね、ノーアウトね、まだそうそう。でタミヤがセカンドゴロ、うん、ね、これをわざわざ安田が捕球ミス、うん、してくれて生きるんだよ、うん、ノーアウト1・3塁ねえ、しかもあのね、ま、ダイソー磯畑選手出てますからね、3塁にな、そうそう、うん、で万波がフォアボール、うん、この日は1番じゃないんだよ、はい、でノーアウト満塁、はい、ね、加藤豪介、うん、何も代打でね、はいはい、何もできず三振、うん、ああこれはやばいぞみたいな。やっぱノーアウト満塁の先頭打者ってすごく大事だって言うじゃない、うん、うわー三振かよみたいな人だ、代打伏見、うん、同点タイムリーね、5対5、あれあれって言ってる間に同点ですよ。そうだよ。で9番、はい、で水野、うん、ライト前のサヨナラヒットね、すごい試合をやるけどさ、何があったんでしょうか。9番の水野、うん、そのまま打たしたけども、はいはい、今日の水野は三振2つと送りバント1つ、うん、何の仕事もできてなかった。俺ここで代打来るかなと思ったんだけど、うん、水野に任したね、うん、で見事に任した
期待に応えた、うん、お水野っていうのがやっぱしぶといなと思ってさ、ね、やっぱさすがだわ、本当やっぱね、新庄監督のこの手腕っていうことを、うん、やりたいことが選手が表現できてくる、うん、できてくるようになったね、うん、ここで何を考えてるのか、ここで何をしなきゃいけないのか、うん、みんながこう共有ができるような、その気持ちのつながりがこういう逆転劇を生んでるというふうに俺は思うんだよね、うん、だから伏見は申し訳ないけどバッティングっていうのはそんなに期待できない、うん、ただこういうところで代打を使うことによるよって、うん、まあ打ったりする、おそらく自信になってくるよね、うん、だからみんな自信を持ってきた、うん、だから非常に感動するゲームをね生んでるなというね。え、そして斎藤投手が1勝目ということでね、うん、でロッテは佐々木朗希、メルセデス、小島、うん、これエース級3枚並べてきて、うん、3立て食らったっていうのは非常に痛い、痛いですね、痛い。まあね、岡選手がホームラン2本打って大活躍だったのに、そうそうそう、勝てなかったり、そう、それで、はい、もう一言言いたいのは、何、今が一番スタートですDH、 もうなんか豊さんのインスタのコメント欄にもそうそう、豊さん今川選手勝ち上がりましたよみたいなのね。いや、今が5方向ありますから、ね、一番 DH でスタート、うん、ね、初回二塁打、うん、ね、その二塁打を生かしてくれたかなで、軍司が犠牲フライで先生のホームを踏ましてくれた、うん、ありがとう軍司どの立場なのいやいや本当にね、この日2本ヒット打つんだけどもさ、うんうん、ヒーローになれるとこチャンスがあったんだよね、うんうん、三振しちゃったけどさ、うん、沢村、はい、三振、ちょっとね、全部スプリットで攻められたという、ちょっと気持ちが前のめりすぎましたかね、うん、楽しめ楽しめ今がああいう時、お前のああいう時がね、一番力の発揮できる時じゃないか、ね、何緊張してんだな、ふぅー言うてダメダメ、いらっしゃいぐらいのつもりじゃないと、うん、いやもう今はもう一丁詰めするためにさ、2試合連続で一丁詰めをしてたんだよ、うん、一丁詰めするために呼ばれてたのかなとか一本詰め、そうそう一丁詰めって言うんだけどさそうなのだと思う、日本の言い方だとね、よーパーンだよ皆様みたい な、うん、なそれもちょっと前のめりでヨーパーンが早かったですよね、そうそうそう、ちょっとね、いやだからまあまあでもね、こうやってまあ活躍できたっていうことがね、まあそれとやっぱ勝ったということ、そうそう、で今川が1点目を踏んだという、この1点も貴重だったということだよ、うん、だからね、価値ある二塁打だったと、うん、なんか力入りますね、まあまあもうそうそうまあ良かったということ、はい、ね、今は次も頑張るということね、はいはい、はい、続きまして、うん、ソフトバンク対オリックス、うん、ね、スチュワート対エスピノーザ、うん、4対1、はい、ソフトバンク、まあ、4連勝ということで、ね、強いね、この前連勝が止まったと思ったらまた4連勝積み上げて、ね、ね、うん、で三森のタイムリー、はいはい、ね、5回にね、うん、6回には近藤栗原のタイムリーで4点を取る、ね、まあ先制したのはオリックスなんだけどもさ、はい、森の3回のタイムリースリーベースで、うんうん、だけど、まあ、簡単にひっくり返されるという、はい、でスチュワート、うん、まあ、8勝利かな今季、はい、で6回114球、まあ、3安打3四球、まあ、相変わらずちょっと四球が多いんだけどもさ、うん、まあ、1失点に抑えるという、ね、ことができた、はいはい、で、ちょっとこの試合で感じたのはさ、うん、7番8番9番んこっちのソフトバンクの、はい、まあ、確かにね近藤、まあ、柳田山川、うん、近藤っていうクリーンアップもちょっと破壊力抜群なんだけども、うん、7、8、9番のこの下位打線の3人、うん、これもちょっとインチキだなと思って、まあ、栗原、甲斐、三森、うん、でこの試合10安打しかしてないんだけども、うん、そのうち半分ってんだよね3人で、ね、5安打、ね、で4点しか取ってないんだけど3点をこの3人が叩き出してるという、うんうん、だからねやっぱ下位あのクリーンアップも充実してればさ、うん、下位打線にこんな仕事ができるんだったら、うん、それはやっぱ隙がないよね。本当ね。
あら次から次へとっていう感じでしょうね。あいやだから大したもんだなと思って、うん、でまあオリックスは4回ワンアウト2、3塁のチャンスで、まあ、来た、福田が、まあ、連続の三振で倒れるとかさ、うん、まあチャンスをものにできないっていうのも一つあるんだけども、うん、オリックスの方は、うん、だけど確実にソフトバンクはチャンスをものにしていってるというね、うん、まあそこら辺の差が出てるかなっていう感じがするよね、はい、ただねオリックスはねやっぱ3連覇して、まあ、宮城も抹消になって故障でね、いやだけどねやっぱさ勝つってリスクを伴ってんだよね疲労だとか、うんうんうん、だからその中でのまあ今年4年目でしょ、まあ、難しいだろうなと思うな結構厳しいかもわかんないな、うん、まあねその調子をねみんながこう維持してきた3連覇3回あるので ね、 そこの後の、うん、それと山本とな、うん、山崎幸也が抜けてるということもあるしな、うんまあまあでも頑張らないとな代表と言ってもしょうがないし、ね、またね宮城投手も帰ってくるまで、まあ、他のピッチャー陣でね、うん、頑張らないとなねただソフトバンクはやっぱ強いな強いですよね隙がないな本当に、はい、で最後、うん、西武対楽天はいうん西武青山竹内今井楽天早川内岸はいね1試合目13対2、うんね、楽天何があったんですかね西武が投手王国だって言われててこれだけ点が取られるともう話にならんな18安打当たりましたね、まあ、そうだね、うん、早川6回106球7安打1失点、うんまあ、早川戻ってきてからねすごく安定しているな、はい、だから気持ちがやっぱりリフレッシュできたんだろうな、うんうんまあ、そういうところでみんなも打ってくれるし、うん、まあ本当に今言った18安打13得点でその中で小郷が5安打、はい、2打点、うん2番に入る村林、うん1、2番で8安打というねすごい、まあ、村林も3安打打って、うん、で1、2番にも引っかき回されてるというね、うんまあ、そういう試合だったけども、まあ、青山4回3分の2、はい、91球8安打3四球ちょっと、うんまあ、ちょっとゲームは作れなかったという ね、 ね、まあ、そういう試合だったね、はいはい、で2試合目、うん2対1西武また今度はえらいロースコアでもう本当だよねなんかそんな、まあ、接戦をね、うん、まあまあ接戦になるんだよ西武の試合はね、うん、ピッチャーがいいから、うん、で打てないし、はい、だから接戦を制した西武、うん、まあ投げてはルーキー竹内、はいね、7回103球7安打、うんまあ、3四球、まあ、珍しいような3四球っていうのは、うん、ちょっと制球乱すところもあったんだけども1失点に抑えるというでこの試合で同期入団の村田がプロ初安打、はい、ねえ、うん、よかったねよかったですよ、うん、もうなんか上がってきて早速はいはいどうぞって出てみたいな感じだったんですよねでもこのねルーキー2人がこう、まあ、まあ初安打を打っただけなんだけどもさまあでも、うん、ラインナップにね顔をつられて期待されてるという、うんね、やっぱね1年目で一緒に出てるっていうのはすごくいやいやいいよ、ね、やっぱ2人で頑張ろうという誓いもあっただろうしな、はい、この日、まあ、貴重なタイムリーは蛭間が放ったんだよね、うん、2点目をでねやっぱね西武が打てない打てない、まあ、その中でこうやって若手が出てくるっていうのはね非常に期待が持てるね、うん、でそういう試合で勝てたっていうのが大きいし、うんだからこうやってやっぱ若手も大抜擢して、うんまあ、昼間なんかやっぱ打つ力すごくあるしね、うん、だからよかったなと思って、はい、でうち、うんね、相手の楽天の、はい、悪くなかったんだよ、うん、7回90球10安打、うんまあ、ちょっと打たれすぎかなとは思うけども、うん、でも無四球に抑えてんだよね、はい、で2失点という、うん、だからちょっと打ってくれれば勝てるピッチャーにはなってきてるなっていうね、うんうんまあそういう感じを受けさせたという、はい、でね、この2対1で逃げ切れたのは先発から松本をローテーションから崩してリリーフに回してるんだよねでやっぱ松本っていうのはやっぱ器用なピッチャーだねどこやらしても普通に投げてくれるというかさだからこの形があるとやっぱ接戦をものにできるかなっていうなるほどで抑えまでのその7、8とかさ、うん、ここら辺がちょっと不安定な部分があったからね、うんうんうん、だから松本が入ることによって
ちょっと安定感を見せてくるかなという、うん、それと若手が躍動し始めてる、うん、だからここら辺がやっぱりこう明日への希望になってるかなという感じがするよね、うん、はい、はい、で最後の試合、はい、6対2、うん、西武ね、勝ちました、はい、まあ、先制したのは2回辰巳のタイムリー三塁打で、うん、まあ、先制はするんだけどもさ、楽天がね、楽天がね、うん、で3回ツーアウト1、3塁から、おかわり君中村、はい、ね、やっぱ頼りになんなこの男は本当にホームランも打ってくれるしタイムリーも打ってくれる、うん、本当に若手の見本となってね、うん、見ときなさい若手は近くでいる人はって、そうそう、でタイムリー、うん、でちょっと懸念だったのは、うん、まあ、続く殿崎を敬遠気味のフォアボールなんだよね、うんうん、でツーアウト満塁にするんだよ、はい、まあ、なっちゃったのかもわからないけども、うん、でも昼間はタイムリー悩んだと、うんうん、まあ、昨日に続きタイムリーを打つという、はい、まあ、これで逆転されるんだよね楽天は、うん、で西武の方は逆転をするというで4回、うん、5号の落球から、はい、2アウト後源田がまあ繋いで3番長谷川、うん、ね、岸のカーブを見事にスリーランホームラン、うん、これで勝負を決めるんだけどもさ、はい、この岸のカーブって万波にも打たれてるんだよね、うーん、今年、はい、で痛いところで、うん、で確かにタイミングを崩すボールはボールなんだけど、往年のキレは俺はなくなってると思うよ、あんなに簡単に捉えられるっていうカーブではなかったんだけど、これはねやっぱり気をつけた方がいい、カーブね、うん、カーブ、もう要所でのカーブは注意、要注意ってことですね、 それとね、やっぱフォーム的に緩む、何あれだけの大きなカーブを投げるときに遅くなる、あ、そしたらね、バッターって見てて分かるんだよ、すぐ、あ、遅いっていうのが、そしたら変化球っていうのは瞬時に判断するから、うん、そしたらやっぱ打たれる確率は高くなる、なるほど、だから本当に気をつけた方がいい、うん、うん、だけど打った長谷川見事だよ、ね、このカーブを捉えたっていうのがね、うん、はい、で、はい、7回には昼間がまたタイムリーということで、うん、昼間大活躍だよ、ね、やっぱ打つ能力が高いねこの子は、今ね5割超えてますからね、そうだね、うん、だからやっぱこう昼間何してたね今までみたいな昼寝かみたいなちゃんとしてましたよ、本当かよ、もう出てくるのが遅すぎるよいろいろね、まあまああったんだろうけどもさ、うん、ね、だからまあ若手が躍動し、うん、ね、ベテランおかわり君がね見本を見せるという、ね、で今井、はい、7回115球、うん、5安打7三振、うん、3四球、もう一つのデッドボール、はい、ちょっと多かったね今日は ねで2失点というね、うん、まあ岸は6失点という、まあなんか今井の時に6点取るっていうのはちょっと珍しいことだけど、うん、まあでも西武がね勝ち越したというね、本当、はい、ということで今井投手は3勝目というところ、そうだね、はい、まあ本当はもっとしてなきゃいけないんだけど、ね、うん、内容的には ね、はい、ということでパリーグでした、はい、でピックアップ、うん、はい、どうぞ、セリーグ阪神、まあ、近本 ねホームラン6本だよ、まあ、なんかね今3位キャラが順位ではキャラがホームランバッターになってきた、いやでもね近本の打ち方はね、うん、やっぱホームランも出るよ、なるほど、うん、で才木よく頑張ったね、はい、そうそう、ね、まあ1対0もう最高の1対0で完封して勝てるってね、最高の名誉だと思う、もうそれも前の試合がああいう負け方だったっていうので、もうよりそうそう、で DeNA、はい、海老名、うん、今のチャンス、何チャンスだよ、やっぱりインパクトがあったもんあのホームランにはね、今のチャンス、やっぱり長打も打てるしね、うん、やっぱホームランで決まるゲームが多いっていうふうに言ってたけども、うんうん、やっぱ打てる人はやっぱ DeNA は並べた方がいいよ、うん、本当に、あとはやっぱ筒子ね、雰囲気を変えられるな、ね、あなたはもう球場からチームからいろんな雰囲気が変わったような気がします、そうだな、うん、はい、で広島、はい、まあいっぱいいるんだけどもさ、アドは、うんうん、成長したね彼は今季ね、ほんとな、何度も言いますが松山星稜高校なので、うん、そうそうなあ応援してください、はい、ね、ヤクルト、うん、長岡、これ一皮むけてきたバッティングが
確かに、うん、このままね、まあ、昨年俺もっとこういう状態になるかなと思ったら、昨年何してたのみたいな感じだったんだよ。ちゃんとしてましたよ。ちゃんとしてたけどね。ただ今年の長岡がなんか本当の長岡かなっていう完成形なのに、そう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 、崩れてきてるのかな。だからそのままやっぱりちょっと頑張ってで支えてほしいなって、はい、ヤクルトもね、はい、で中日、うん、もうカリステ山本、うん、これはなぜ2人かっていうと、うん、この2人をうまく使うことによって、うん、点が取れるようになる。なるほどね。もうずっとカリステカリステって言ってんだよ。もう家でもカリステカリステ言ってますから。そうそうそう。だからカリステ山本、はい、で山本は自分がホームラン打ってんのにあれファウルなのかなみたいな、うん、そういうのはやめろ、かっこ悪いからホームランだっていうのはえファウルだったのみたいな感じだったらいいけど、うん、ねホームラン打ってんのにえホームランみたいな、うん、な疑わないもうホームランだからそう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 、うん、で巨人小林、はい、攻守の要になってきてるな、この3連戦特に、うん、やっぱ守りの方はねもう定評があって、まあ、言われてるけども、うん、やっぱこのバッティング、やっぱ彼がね打ったポイントっていうのは素晴らしくいいところで打ってるわ、うん、で菅野と小林だったら菅野の時は必ず打つというね、うん、だから非常に小林良かったなと思って、今日でもね盗塁決める、うん、ね外野フライで犠牲フライ、まあ、サードまで走るヘッドスライディング、うん、これ返してくれたらかっこよかったけど返せなかったんだよね巨人がね、うんうん、まあだけど本当に野球やってて今今年は幸せだろうなと思うから、うんうん、そのまま頑張ってバランスよくね、ね、うん、はい、はい、ということでパ・リーグ、はい、はい、こうなりました。ちょっと多いですよ。はい、多いですよ、はい、まあ西武松本、うん、ね、リリーフ配置展開したかもわからないけども、はい、まあ、どこでもできるし、やっぱ西武を支えてほしいなっていうこと、はい、で竹内よかった ね、うん、ね3点ももらえてみたいな、うんうんうん、本当に点がもらえないから、ね、昼間に頼め直接言えて、そうそう、ね、昼間やってくれるから、うんね、やっぱ若手で頑張れ若手で、はい、ね、打つ方も、ね、投げる方も、うん、でオリックス宮城、うん、早く帰ってきてほしいな。やっぱあなたのやっぱ投げてる姿大好きだし、本当ね、佐々木朗希と投げ合いの時に無理したかなっていうような気もするけどもね、ちょっとね、うん、だけど早く戻ってきてねということ。まあね、若いから早く治るといいけど、はい、はい、で日本ハム、うん、タミヤ、はいはい、ね、もうそのままもう正捕手として頑張れ、ね、水野あなたのしぶとさはいい。それと新庄監督にやっぱ感謝してほしいのは9番バッターで三振三振犠打1個サヨナラのチャンスで立たして本当はくれないよ、うん、でも彼がそれをやらしたんだろうね、しぶとさとか、彼っていうのは新庄監督に植え付けてたものが、はいはい、新庄監督を動かせなかった、なくしてた、うん、でも新庄監督も動かなかったということに感謝してほしい。なるほど。でそのまましぶとさを続けてほしい、はい、でカッコ今がまだカッコがついてるまだカッコがついてるぞよ今が、ね、だけど頑張れこのまま。もうそろそろ片っぽぐらい取っていいんじゃないですか。まあそうだな、じゃあここだけ取っとくか片っぽ ね取っとくから今がね、いや気持ちは上がるけどお前打てるから、うん、もうあの打席に立ったら緊張とか何よりも自信満々でいけ、うん、ね、ねえ、もうこの間2分でも大活躍してたし、自分の打席だからそうそう、ふーとかじゃなくて絶対打てると思って、うん、何でも濃いぐらいの形でいろね、はい、はい、楽天応募頑張れ、うん、ね、うん、打っても何してもやっぱバランスよくやっぱり野球はやらなきゃいけない、うん、ね、守備も頑張れよ、うん、ね、ソフトバンク、はい、この栗原、甲斐、三森、うん、あなた方はインチキですもう本当にね、買い出せにあんなに活躍したいガンは、ね、っていうぐらい本当に充実してるというね、もう本当にもう、まあ栗原なんかね7番打つような選手じゃないんだよ本当は ね、もうちょっと上位を打つ、ただもう飽和状態というかね、そうそう、で三森もそうなんだよ、9番バッターじゃないんだよ本当は ね、1、2番のバッターなんだよ、それがさもう仕方なく9番で、甲斐は守りながらねポイントで打つという、そうそう、もう憎たらしいね、はい、でロッテ、はい、佐々木朗希、うん、ね、あなたはやっぱこうね日本のスターになっていかなきゃいけない、うん、日本の代表になっていかなきゃいけない、うん、やっぱ自分を取り戻してほしいなと思うね、うんうん、
向きになったりとか、そのイラつくんではなくて、まあね、やっぱ常に冷静でいろっていうような、なかなか難しいですよね。まあ難しいけどね、うん、やっぱ年齢的にもそうだし、でもあの年齢でここまでできてるっていうのはすごいことなんだけど、うん、彼の能力を知るともっとできるというふうに欲を変えちゃうんだよね、うん、まあね、まあ、自分らしくね、まあ自分らしく頑張ってほしいと思います。はい、はい、ということで以上になりました、うん、ね、またなんかちょっと変則なんだよね、次もね、次もね、そうなんですね、はい、なので次月曜日お休みということは変わらないですが、はい、火曜日、はい、巨人対 DeNA、 おヤクルト広島、お中日阪神、お日本ハム西武、楽天ソフトバンク、うん、はい、オリックスロッテ、はい、というような感じでございますよ。ソフトバンクとどこ、んソフトバンクとどこだったっけ、楽天、あ楽天か、楽天厳しいな、守らないとな、うん、ね、はい、でそんなこんなで、カースイあって木曜日が中日阪神1試合なんですよね、うん、そうなんだよ、だからここら辺変則になってるから、うん、まあなんでこんなになってるのかわかんないけども、なんか宇宙人がいつか会うんでしょうけど、まあ、そうだね、うん、まあしっかりね、まあ我々もできるだけ見て、ね、まあね、伝えていきたいな、目が離せない試合も結構多いのでね、はい、トイレも行く暇ないですけど、そうだよ、ね、まあまあはい、ね、まだまだ天候不順だな、ね、明日も雨だ し、ね、まあまあ頑張ってください。はい。ね。はい、ありがとうございました。はい。